中国語であばら骨を意味する言葉。韓国料理では、あばらの周辺についている肉、つまりバラ肉のことを言う。多くの場合、牛バラ肉の焼肉を刺すが、豚や鶏の焼肉もカルビと呼ぶことがある。韓国では、一般にカルビといえば牛バラ肉を刺す。骨付きカルビもあるが、BSE 問題以降は減っている。肉自体はカルビ肉という。 一頭の肉牛から約4 0キロのカルビ肉が取れ、赤身そのものは、硬いが細かく入った、脂肪分が多いために全体として柔らかく、旨味に富む。焼肉が高級外食とされ、専門店も多く、韓国以外の国でも人気がある。その他、カルビタン、カルビチムなどに調理される。特上の肩バラ肉である三角バラは、チョッカルビと呼ばれる。 焼肉に使われるカルビは包丁を入れて切り開き、端に骨をつけた帯状に成形されることが多い。また近年は、骨ごとスライスした、手軽な LA カルビも増えている。この LA は、ラテラルアクシズの略で、骨と垂直に切ることに由来すると言われている。一方で、豚バラ肉の焼肉がある。豚バラ肉のジューシーな旨味が味わえ、金額的にも牛カルビに比べると、 格安で、実際には、こちらの方がポピュラーである。調理法によっては、サムギョプサルとなる。また、鶏肉を、野菜やトックと共に、ピリ辛のソースで炒めたものを、タッカルビ、サバの開きを焼いたものを、コガルビなどと称する。これらは、鶏やサバのバラ肉を意味する言葉ではない。日本の焼肉店では、カルビは、どこの部位の肉でも構わないと、定義されている。 当初は骨付きバラ肉がカルビとして提供されていたものの、食べにくさから骨が外されたバラ肉を刺すようになり、2010年に焼肉店に対するクレームで国が細かくメニューを表示するよう要請した際に、このように定義された。牛カルビの焼肉にはヤンニョムに漬け込んで下味をつけてから焼くヤンニョムカルビと下味をつけずに焼くセンガルビがある。ヤンニョムは醤油、酒、砂糖、 ごま油などを混ぜた甘みの合わせ調味料で、風味付け目的や肉を柔らかくする目的で果汁を加えることがある。肉は漬ける前に包丁を入れ、端に骨をつけた帯状に成形されていることが多く、これをテーブルのコンロや七輪で網焼きしながら切り分け、好みでニンニク、青唐辛子などの薬味とともに、山中などの要塞に包んで食べる。千軽火は焼いた後に塩、 胡椒などで味を整えながら食べる。専門店には炭火焼きを売り物にするところも多く、それ以外にも、鉄板で焼いたりキッチンで調理して、焼き上がりを提供するなど形態は様々である。一般に、手仕軽火といえば、ヤンニョムに漬け込んだ豚バラ肉を焼くものである。基本的なレシピや食べ方は、ソガルビと変わらないが、牛肉と違ってよく焼く必要がある。バリエーションとして、 コチュジャンベースのヤンニョムを用いたメウンテジカルビがある。サムギョプサルは基本的に下味をつけない豚バラ肉の焼肉で、こちらも韓国では大変ポピュラーである。餅カルビを意味する。カルビ肉を骨から外して叩き、粗いミンチ状にしたものに、醤油、砂糖、おろしニンニクなど調味料を混ぜ、ハンバーグのように成形して焼く。一般的に牛カルビで作るが、 豚で作ることもある。もともとは、全羅南道の郷土料理で、専門店も多い。カルビという語は、下腹を意味するモンゴル語の借用とみられるが、最初の要例が現れるのは、朝鮮時代に入ってからである。朝鮮時代の本では、ひという漢字で、またカルビ食いの調理法は、コウクリの白社、高麗の説や社が変化したものだとされている。ありがとうございます。